約束しただろう。お前は彼女には負けない。絶対にだ。みんなが空に明かりを灯し、静かな夜を歩くための道を照らしてくれた。みんなが切り開いてくれた道に沿って前へ進むから。美しい世界を守るために戦うよ。決戦の時は来た。あなたがここになれ、かつての私たちの旅に近づけてること、私はとても嬉しいわ。状況は大体分かったけど、一つ大事な質問があるわ。あなたは誰なの？深淵の律者が S2 にランクアップ後、スキル、この深淵で光り輝くが解放される。レベルマックス時、オーバーヒート状態で待機中、 EP 回復が早まり、必殺技をより多く発動できる。ダブル S にランクアップ後、スキル、この花輪で魚するが解放される。レベルマックス時、 HP75% 以上の時、通常形態の分岐攻撃で HP を消費する代わりに、より高い炎ダメージを与える。 HP が低いとき、必殺技発動で回復できる。トリプル S にランクアップ後、スキル、この健康で握りしめるが解放される。レベルマックス時、深淵の律者は通常攻撃、分岐攻撃などで新人の印を付与し、起爆ダメージがさらにアップする。